ユ、えーゆうのエアさん、こんにちは。ダニエル・グラッスルは絶対日本でも人気が出そうですね。ねイタリアのフィギュア王子で憧れは羽生さんだそうです。なるほど。なんか彼は不思議な魅力を持ってますよね。なんとも言えないオーラというか。うん、あのまた他の選手とは違った独創性を持っていて、えー、日本でモテるのかどうか。うんえー、羽生選手が憧れているのは意外でした。あのー 結構、その、滑りのスケーティングのスタイルが違うかなと思ったので、うん。なんか、ケビン・レイノルズとかに少し似てるかなって思っちゃったんですけどもね。うん。イタリアのフィギュア王子ということで人気でそうですけどもね。うん。果たして、日本で人気になるのかどうか。まあ、昨日は素晴らしい演技でしたけども、僕の中でトレンドですね。え桃田さん、こんにちは。 株君へアメリカのデザイナーニック・ベデオス氏が、えー、ブログを更新して、えー、スケートカナダ大会の樋口若葉選手のフリーの衣装に、えー、9.80点、えー、そして三原舞選手のショートの衣装に9.50点という高得点をつけました。ニック氏は日本勢の衣装はお気に入りのようで大絶賛されているようです。えー、今季は怪我のニュースとかでつらい中、いいニュースが飛び込んできて嬉しいですね。 あの僕もこの樋口選手の、あのー、ライオンキングの衣装すごく好きですね。個人的には三原舞依選手のフリースケーティングの衣装もすごい好きなんですけれどもね。うん、ちなみに、えっと、トゥルスワの衣装とかはどのような評価になっているの,いるのかも気になるんですけれども、僕はあの、えー、結構あの衣装も好きなんでね、うんまあ。結構日本選手の衣装っていうのはね。 あの羽生さんのレッド・ミン・エンターテイン・ユーなんかも評価されてましたよね。うんはいえー、そして、ゆうゆゆさん,、えーこん,ばん、こんにちは。鍵山選手、ファイト。そうですね、もう挽回してほしいなと、頑張ってほしいですね。うんえー、応援あの、応援です、今日もうも、ん。今日ですかね、男子のフリースケーティングも。えー、レモンミカンさん、えー、こんにちは。 羽生選手と、えー、チェン選手の二大巨頭の戦いの間も、えー、ボーヤンジン、えー、それからジュンファン選手、えー、デニス選手はコツコツ頑張っていました。本当にね、このコツコツですね。特に僕はジュンファン選手ですね。この選手が年々ちょっと 少しずつ、ちょっとずつ成長してきたっていうのがあるわけですね。あのどうしてもこう回転不足を4回転サルコーで、えー、取られてしまうような大会が多かったんですけど、今回はものすごい良かったです。多分 あのジュンファン選手史上一番良かったんじゃないかなと思うぐらいですね、えーまあ、結構あの4回転ジャンプも1本だけで95点出てますから相当高い質を、えー、になってきているというふうに思いますコツコツ派ですね経験値が、えー、違いますねグラスル選手は勢いがありますね狩、えー、山選手調子良いとの評判でしたが氷が合わないのか気持ちがちょっと変な風に入に入れ込みすぎたのかフリーを頑張って 堀田先生、えー、かくん、サムネの顔が怖いです <laughs>。あの、僕ね、知らなかったです。この、さっきね、サムネ見たらめっちゃ怖くて、え、こんな顔だったんだと思って、あの、夜中にね、撮影したから、多分あの、ちょっとなんか恐ろ、恐ろしすぎますね、この顔ね。なんでこんな顔になってたんだろう。うん、わかんないですね。僕が知らないうちにこんな顔になってた。そっちの方が怖いですけどもね。うん。はい。でね、えー、っと、どこまで、あのー、 そうですね鍵山選手、多分羽生選手のその欠場のニュースとかも聞いたりして、えー、ちょっと動揺とかしたんじゃないでしょうかね、もうそれもちょっと思いました、うんえー、スマホとかいじってて、え羽生選手、欠場みたいな、うん、なんかそこでちょっと調子が狂ったかもしれないですね、うん、分かりませんけどもね、はいで、なんか調子いいのと評判だったらしいので、えーまあ、そこがちょっと気になるんですけどもね。うん コリラダ君は、ちょっと僕の中では、あの、ね、アイドルというか、はい、アイドルなんですよ。はい。そして、えっと、レモンミカンさん、ボーイアンが大人になってびっくりしています。かわいい子だったのよ。あ、羽生選手も12月に27歳か。いやー、理で、あの、僕は年取るの早いなって思うわけですね。うん、あんまりそれは関係ないんですけども。えっと、本当、もう皆さんね、あっという間ですよ。あの、東、えっとね、 東,東京大会かな、東日本選手権かな、あの大島幸く君っていうね男の子がいるんですけど、あの子も、まあ、小さい時にね、 東京のシチズンの高田馬場で練習してて、でその時は本当ちっちゃい男の子だったんですよ。うん、あとね、えっと、西山慎吾君も、ね、ちっちゃかったんですけど、えー、今、大人になった姿を見て、驚愕してます。えってね、わーっていう感じで、大人になっちゃったんだ、あんなちっちゃい子が大人になっちゃったんだって、ね、感じではしますよね、うん。僕は何の話をしてるかっていう感じなんですけども、うん、あっという間ですね、本当に。 はい、えー。そして、レモンみかんさん、思うのですが、中国は、 中国雑技団から柔軟性も波でない美貌もモデル並みに美しい女子を引っ張ってきてフィギュアスケート選手にすればすごいことになりそうそうですねなんかフィギュアスケートというレベルがですね中国の中ではそんなにレベルが高くないのかなっていう感じがしましたね本当にこう中国雑技団っていうのは本当すごいですよねもうあのすごいっていうかもう本当ね運動神経もすごいですしジャッキー・チェンなんかもいますからね中国には。 中国の運動神経ってすすごいと思うんですよだからフィギュアスケートのジャンプとかも多分そういったの関係していて、まあ、中国雑技団的なジャッキー・チェーン的なブルース・リー的なねそういったあの人が多いんじゃないですでしょうかねフィギだからフィギュアスケートには向いてるかもしれないですねうん、なんとなくアジア,アジアの選手たちって強い感じがするしねアメリカのネイサン・チェンだって、まあ、中国系の,あのアメリカ人ですしね ヴィ、うんえーまあ、ンセント・ジョーだってそうだし、羽生選手もそうだし、あのア,ジア,アジア勢は本当に男子多いですね、うん。そうそうそう。まあ、女子は関係ないんですけども、あんまりね。うん えー、そして、ユンママ様、おはようございます。私、ボーヤン好きなので、嬉しいです。えー、でも、私は羽生君が一番好きなので、羽生君の話題ばかり目がいっちゃいます、えー。オーサーが嬉しい発言をしてくれました。今日これ、僕の中で MVP の,のコメントです、えー。ちょっと長いんで、割愛をしますが、ユズは十分な経験を積んでいる,いるので、自分が下した決断が、えー、正しいものであることを知っています。 我々は皆、彼の判断と直感を信頼している。彼が4回転アクセルをやりたいことはみんな知っている。私も含めて見守ることしかないのです。そして私たちは彼の後ろに立ち、サポートします。で、オリンピックに向けての期待とトレーニングや回復のための期待、そして怪我からの回復について彼と話さなければとのことです。が、オーサーも認めてくれてるんですね。 ならば一層早くカナダに戻っちゃえと思いました。そしたらすごく安心なんだけどな。これなんですよ。うん。ここなんですよ。僕のトレンド。あのね、あのー、僕はね、ここを危惧していました。 なぜ羽生選手が一人で練習をしているのか。まあ、それはもしかすると、えー、シンコロの影響の可能性高いですシ。シンコロですね。シンコロっていうのは新型コロナね。まあ、その影響で、まあ、日本にいると。まあ、そして今回は北京五輪ですから、日本にいた方が時差,時差とかの問題もあって、いた方がいいのかなと思ってて。まあ、いろいろあるかと思うんですが、なんか心配をしていたのは、多さのところに行っちゃうと、4回転アクセルを、まあ、 止められ止められてしまうんじゃないかというのを羽生選手心配していたんじゃないかなってね、僕思ったんですよ。でも今のこのゆんママ様から頂い,いたコメントを拝見すると、なんかあのサポートしますっていうふうにおっしゃっているので、むしろこうクリケットに戻って練習をした方が、なんとなくですね、あの上向くんじゃないかなって僕思いました。チ、えー、ェ・ジュンファンの、ね、演技も見ましたけれども、えー、彼もかなり、あの、 コツコツと良くなってきている感じがあるので、やはりカナダのクリケットチームってすごいこう基礎力が高いなっていうふうに思います。だからやっぱりね、あのー、クリケットに戻った方が上向く可能性高いですね。うん だから木平梨花ちゃんも、ねすごいあのクリケットでいい練習積んでるんじゃないかなって予想はするんですけども、リハビリ練習ね、羽生選手も含めて、羽生選手はクリケットでリハビリをした方が上向くかもしれないですね、もしかするとね、そこらへん、羽生選手はどう思っているのか、がちょっと僕、読み取ることはできないので、難しいテーマではあるんですけども、今日は僕の中であのトピックですね。うん はい、えー。そして、マルクン DX さん、ありがとうございます。えー、純ファンの4回転サルコー、加点、高かったですね。 鍵山くんフリー実は僕ねまだ男子の、えー、プロトコル分析やってません後で見ていこうと思っていてどうやら4回転サルコーの加点が、えー、高かったみたいですいやでもこれはもうあの動画を見る限りものすごい4回転サルコーになってて美しくて高くて、えー、回転も足りてきている感じがあったんでこれは驚かないですねでもあの地順ファンとしてはすごい進化だと僕は思うのであの本当にコツコツ頑張ってきた努力の賜物だというふうに思います 思いますね、そして鍵、狩山くんフリー頑張れです、本当にね。うんえー、そして、ジュンリングさん、ありがとうございます。えー、プロトコルを プロトコルを解説してくれるので勉強になります。ありがとうございます。えー、そうですね。男子の、えー、ショートプログラムの方も、えー、頑張ってやっていきたいと思います。まあ、結構ねアドリブ解説になっちゃうので、またその細かいところが見つかったら随時追加してお話しする形を取ろうかなと思ってますけれどもね。うん。まあ結構そのまあジャッジによって、えー、あのジャッジ厳しいこのジャッジ厳しいとかっていうのがあの結構ねあるんですよ。まあ、そういったところもね見つかったらお話できたらなと思います。まあ北京五輪シーズンです。 から、まあ、結構ジャッジのねあのー、まあ、いるんですよ、なんとかパーカーとかっていうねアメリカンジャッジが厳しかったりとかね、まあ、そういったことも含めてお話しできればなと思います。はい、えー、そしてポテキジさん、こんにちは、羽生選手のファンですが、その通りだなと思って拝見しました。一番心配なのは世間の期待です、えー。そこに左右されず、冷静に選んでほしいい、えー、今もまだ全日本に出ていない。 出てもいないのに、早々で特例と叩かれています。えー、むしろ曖昧なら出ない方がいいです。えー、夢は4回転アクセルですし、次のシーズンに向けて頑張ってほしい。えー、前には2連覇までで良いとも言っていましたので、これちょっとあの気になりますね。うん。ただあの個人的にはね、確かに羽生選手4回転アクセルっていうところにまフォーカスをして今シーズン始まったというところがあるんですが、これはあくまでもあの今シーズン始まる前でまだ選手たちの演技が見てなかった。 と思うんですよただ今回僕思ったのはもしかするとシーズン始まった後に、に、まあ、ネイサン・チェンとか宇野昌磨選手とか佐藤俊選手とかいろんな選手がこう出てきてああなんかだんだん気持ちが変わってきたんじゃないかなって僕思ったんですよ、まあ、要は羽生選手はもちろんね4回転アクセルっていうところのそのフォーカスっていうのは変わりませんけどもでも彼らに勝ちたいとかっていうねそういった思いが、えー、シーズンの シーズン始まってから、えー、出てきてしまった可能性があるんですよね、そこが僕、気になってます。なので、羽生選手の身長の変化とかっていうのも気になるところなんですよね。ただ、まあ、怪我の状態があれですので、まあ、今シーズンは本当にね、えーまああのー、無理をしないでほしいっていうところがありますが、まあ、僕はですね羽生さんの進む道、これを応援、えー、見守るしかもう本当ないですね。うん、はい えー、そして、ゆき01さん、こんにちは。えー、今夜の、えー、舞ちゃんのフリーは、表彰台の可能性もあるせいか、えー、楽しみな気持ちと不安な気持ちが入り混じって、えー、ずっとフリーのことばかり考えてしまいます。えー、どうも最近の舞ちゃんの試合、一週間前からそのことばかり考えてしまうんですよね。いや、これは、なるほど。一週間前からで結構長いですね。これは、あの、三原舞ちゃんスピリチュアルと言いますか、そういったオーラ、まあ、あのー、 オーラのせいだと思うんですよ。うん、なんかね、あの三原選手はあの出るだけで、えー、本当にね。 キラキラキラーっていうスピリチュアル的な感じと、こう、オリバストロの風、ふわーってね、吹くような、そういう印象がやっぱりあるので、まあ、すごい、こう、不思議なね、感覚にとらわれてしまって、多分、一週間前からそういう風な状態になっているんじゃないかなと思うんですよね。非常にスピリチュアルな選手ですね。まあ、あの、今回もね、得点差あまり、ショートプログラムありませんから、フリー次第ではかなりメダルを目指せるような位置にあると思います。だから、今回のフリースケーティンもね、 かなりね、応援に力が入るというふうに僕も思ってます。はい。楽しみに見ていきましょう。はい。そして、まるくん DX さん、サットン Q が推しい、スケーティングはほとんどえ、ほんとさすが。そうですね、あの、ステップシークエンスもレベル4を取れてましたし、あの、全体的な評価もね、上がってましたよね。 あのトリプルルッツ、トリプルトーループのトリプルトで9マークつきましたけど、あの最小限にとどまったっていうのがあります。あの個人的にはね、もしかしたらアンダー、もっともっとあのアンダーローデがついてしまったりとかね。 あ,あ、そっか、アンダーローテ、9マー,ークじゃなくて、アンダーローテですよ、今回。うん。あの、9の字のマークでしたね。だから、まあ、アンダーローテで、えー、まあ、個人的にはトリプルルッツでも9マー,ークつくかなと思ったんですが、そこはね、9マー,ークつかなかったんで、だからまあね、最小限に、えー、と留めてくれたかなっていうところが僕はあるかと思うんで、まあ、そういった意味で、えー、まあ、あのー、まあ、そうですね、まあ、結構奇跡的なことだったなって僕は思いますね。うん。 んなんとか70点に乗ったんで、これはね、えー、自信にもなるかなって僕は思いますね。はい。まあ、フリーステーティングでどこまで、また、あの、どこまで9マークとかク、熊、え、石、ー、9マ,、えー、マークとか、まあ、この回転不足のマークがなくなるか、これがね、非常に、えー、気になるので、えー、まあ、こういったものは減点が激しいですからね。うん。えー、気にしながらフリーステーティングも見ていきたいと思います。はい。えー、タップダンス7時さん、ジュゲームさんへ。 あんなに興奮してコメントをしていた私も、実は第2グループの6分間練習は寝てしまっていました。ステップはレベル4ですかそれよかったです。なんか、あの速報値ではレベル3って出て,た出てたらしいんですけども、最終的にはこれがレベル4になりました。だから多分ね、えー、ジャッジは精査して、もう一回演技を、あのステップを見直して、まあ、レベル4にしたんじゃないかなっていうのはありますね。うん、進化したということですよ。うん、あの見ながら、聡子選手ですよ、これ。はい えー、そしてミルキーさん、こんにちは、鍵山選手、緊張したのかな、気持ちを切り替えてフリー頑張ってほしいです、いや、いつものガッギーじゃなかったですね、今回は、うん、まあ本当にね、いつものガッギーならもっともっといいのにっていう風に僕も思ったので、フリーステーティングもっと頑張って、えーね、気持ち切り替えてね、うん、やってほしいですね、ガッギーね。うん はい弥生さんこんにちは佐藤芳生さんこんにちはいつものまにか僕は芳生さんだけじゃなくて佐藤にもなってますはいまい、えー、ちゃん、えー、表彰台目指して頑張ってほしいです鍵山くん挽回を期待しています動画は見られないので今夜は寝ないで株君聞きます ありがとうございます、えーまあ、ここでは、かぶくに戻ってるんですけどもね、はいまあ、そこは置いときまして、そうですね本当にあの鍵山選手、応援ですね、挽回をしてほしいところですね。まあ、個人的には友野選手も結構ね、なんとかこらえてきたんで、まあ、日本男子、あの友野選手は最終グループですからね、うんえー、応援も僕もね、えー、佐藤良翔としてまあ頑張っていきたいと思います。はい、うん あちなみに僕の名前、佐藤優勝じゃないですかね。はい、えそこはちょっと訂正して、えー、とおきますね、はい。そしてここは大輔さん、ありがとうございます。鍵、えー、山選手のことですね。ミスしてパニックになってしまったと言っていましたね。らしくないなと思いました。調整がうまくいってないのかな、えー、心配です。そうですね、まあ、狩山選手ととしてはちょっと僕も予想い あの予想外にね、失敗多かったなって思って、心配になりました。だから、怪我でもしていないかなって心配だったんですけどもね、う。ん えー、そして、優野彌ヤさん、えー、三原舞さんが海外フィギュア専門サイトのゴールデンスケートに、えー、画像が公開されて称賛されたみたいですよ、えー、外国人の女性にサインを書いてあげたみたいで、舞三原は朝練習の後に、ファンのためにと時間を使っていると、えー、神対応として紹介されたらしいです。ももも楽ししみでですすすすねねいいやーもううさがの三三原原舞舞選手ですもう妖精三原舞、えー、優しい風を感じます、ね このファン対応、本当に、ね、素晴らしいと僕も思いますね。うんまあ、感謝の気持ちに道ちあふれていると思います、本当に三原選手はね、うん。そんな感じでフリーステッティングも頑張ってほしいです、えー、ここは大さんありがとうございます。 女子の展開が結構面白かったですね、えー、三原宮原選手と三原選手の演技がとても良かったです。pcs がもうちょっとあってもいいかなと思います。抑えられているそうですね。三原選手に関してはまあ、多分前半滑走の過小評価っていうのが効いてしまった可能性もありますね。可能性としてははい。まあ、あの宮原選手に関しては十分高い点数が出た出たかなっていうところがあるんですけどもね。うん。 え男子はボーヤン復活ですね。虫垂炎は、えー、前回薬で抑えたと言っ,てたけど言っていたけど、完治かなあ、そうなんですよ。ボーヤン・ジン選手は虫、ね、垂炎で無理をしてあの出場したっていうのもあったので、あの病み上がりでね、うんあ。今回じゃないですよ。うん 確かアジアンオープントロフィーか何かですね。で、準ファンが以前と比べて、えー、急成長していてびっくりあ、僕もですね、これは僕の中で MVP です。友、は、野、いえー、選手、めちゃくちゃ緊張して、足が震えていたそうです。 でも、まずまずの出来,だ出来だったんではないでしょうか。そうですね。あのー、僕もそう思いました。なんとか4回転ジャンプ2本は、えー、ギリギリ着氷してくれました。で、トリプルアクセルも決まりましたし。でね、その後の、ジャンプ決まった後のスピードがめちゃくちゃ速くなったんで、まあ、多分ジャンプに対する緊張感半端なかったんじゃないかなと僕想像できますね。ジャンプ決まった瞬間、めちゃくちゃスピードが上がったので、まあ、多分そういう感じではなかったのかなと僕も思いますね。うん。緊張しますよ。 カ山くんどうした何があったのフリーで巻き返してほしいです。いや、本当ですね。もう何があったのかわかんないです、僕も。うん。でも、これ、後でココア大きさんなんかおっしゃっているので、そこもちょっと確認していきたいのですが、えっと、ちょっとお待ちくださいね。あ、すいません。これで終わりですね。うん。そう、だから、そう、カ山くんね、どうしちゃったんだろうっていうところで、ね、心配ですね。うん。なんか、 着氷した後に足がなんかぐじってなってしまった感じがあったので、まあ、ちょっとそれがなんか、あのね、えー、なんか怪我でもしてるのかなっていう心配あったんですけどもね。大場様、ありがとうございます。えー、過去は変えられない、えー。羽生選手のことですね、えー。けどそこから学ぶことはできる。羽生結弦選手はいかなる時も。 え前向きです株、えー、さんのおっしゃる言葉本当に私の長年の心配でした、えー、その戦めき合いはアスリートの永遠のテーマですそうですねもうあのー、うん。ただ僕ね結構羽生選手ってあの本当のところは隠していることも結構多いかなって僕思うことがあるんですよ、えー、結構そのあまりこう気を使いすぎちゃうところがなんとなくある感じがあるのでまあそこがちょっと僕はあの心配というかね、えー、まあ 確かにそういうような前向きな感じはあるけども、実際には結構、あのイライラしていたりとか、えー、結構、どつぼにはまっていたりするっていうことも、なんとなく感じるので、そこがちょっと気になりますね。うんえー、そして、まあ、あの、うん、まあ、まあ、そうですね。もうみ 見守っていくしかないですね。まあ,あ、羽生選手も、これをきっかけ、きっかけかどうか分かりませんが、さらに進化して復活したいとおっしゃっていますので、まあ、それを信じて、もうねあの見守、見守って応援していくしかないと、僕は思いますね。うんはいえー、ではね、一旦皆さん、コメントであのいただきまして、ありがとうございます。ここで一旦動画を止めていきたいと思います。